正しい食材の組み合わせで肥満のリスクを 38% 下げることができる。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は食べれば食べるほど脂肪燃焼する食材3選ということで、2015年にハーバード大学から発表された研究、2019年にハインリヒ・ハイネ大学から発表されたメタ分析をもとに脂肪燃焼に特化した食品をご紹介していきます。実際に日々の生活にこれから紹介する食品を取り入れていただくと、肥満のリスクが 38% 減少し、体重は約 500g 減量できることが分かっています。体重減少 500g と聞くと、ああ大したことないんだなっていうふうに思うかもしれませんが、普段の食事に追加して食べると体重が減るという驚きの現象ですので、減量期ダイエット期間の方は莫大な効果を発揮する方法だと言います。楽して痩せたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。2019年にハインリヒ・ハイネ大学から肥満のリスクを減らす食事の効果についてメタ分析が発表されました。この論文で解決チャンネルでは頻繁に登場するメタ分析ですが、今まで行われてきた肥満と食品に関する研究を全て集めて分析するという研究デザインの中では最も信頼性が高い研究になります。この研究では加工度の低い食事の効果に関して合計25の研究を分析して結論を導き出していまして、野菜、フルーツ、全粒粉、精製穀物、砂糖入りの清涼飲料水、乳製品、ナッツ類などの食品を1日の中でどのくらい摂取すると肥満のリスクはどの程度上がるのかの容量反応解析が行われています。容量反応解析というのは薬なんかの実験で使われやすい解析用で、その名の通りどのくらいの量摂取するとどのような反応が起こるのかを解析するといったものです。要は野菜やフルーツをどのくらい食べるとどのくらい肥満のリスクが減るのか、乳製品や清涼飲料水をどのくらい摂取するとどのくらい肥満のリスクが上がるのかを分析したというわけです。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、1日に 150g の精製穀物、750ml の清涼飲料水で肥満のリスクは 59% 上がり、1日に 150g の全粒穀物プラス 240g の野菜プラス 240g のフルーツで肥満のリスクが 38% 下がるという結果でした。ここまで具体的に食べる量と肥満のリスクの関係を調査した研究はありませんので、これはとても貴重な研究だと言います。研究者曰く食物繊維の摂取が肥満のリスクを下げる大きなポイントであることを述べていまして、 150g の全粒穀物、 240g の野菜、 240g のフルーツを1日に摂取することによって大幅に肥満のリスクを下げることができるんです。そして2015年のハーバード大学の研究データを組み合わせると、より詳細に痩せる食材への理解度が上がります。この研究は133,468名の被験者で、野菜、果物の摂取と体重の変化を24年間追跡調査をしたというものでして、70種類の野菜、果物で何を摂取すると体重はどう変化するのかの分析が行われています。実際に体重の変化を分析したものですので、とても希少かつ日常生活に落とし込みやすい研究だと言います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、わかりにくいのでデータをまとめると、ベリー類の摂取量を増やすことによって体重は約 500g ほど減少し、油中野菜を摂取することによって約 400g 減少、果物類を摂取することによって 230g ほど減少するといった結果でした。つまり全粒穀物類を主食としてベリー類、油中野菜、果物をベースとして摂取することによって体重はほぼ確実に減りやすくなるというわけです。筋肉量を減らさずに脂肪燃焼するためにはタンパク質の摂取も必要ですので、この組み合わせにタンパク質を追加することによって筋肉をできるだけ落とさずに脂肪燃焼、体重減少を狙うことができるんです。それではここからはこのデータを踏まえた上で、食べれば食べるほど脂肪燃焼する食材を3つご紹介していきます。食べれば食べるほど脂肪燃焼する食材、まず1つ目はブルーベリーです。ベリー類の食材ではブルーベリーが最もおすすめになります。もともとベリー類は低 GI な良質な食材であり、ラズベリーが GI値32、イチゴが GI値41、ブルーベリー GI値53と、
基本的に60以下が低 GI 食品と言われていますので、ベリー類は血糖値を上げにくく、脂肪の吸収も少ない良質な食材になります。その中でもブルーベリーに関しては、抗炎症作用がとても高く、体の慢性炎症を予防するだけではなく、DNA のダメージを修復するというデータも出ていまして、2013年のミラノ大学の研究によれば、ブルーベリージュースを約1ヶ月間飲むことによって、DNA のダメージが 20% 回復したという驚きの結果が出ています。その他にも、記憶力を良くしたり、血流を良くしたりと、メリットしかないのがブルーベリーという食材です。海外でもスーパーフードとして知られていますので、日々の食生活にブルーベリーを取り入れていただくことをお勧めしています。ブルーベリーは生のまま食べることで抗酸化作用が最大化しますが、冷凍ブルーベリーもほぼ同様の栄養価を持っているっていうデータがありますので、私自身は冷凍ブルーベリーを毎回買うようにしています。日持ちする冷凍ブルーベリーはとてもおすすめですので、ぜひ検討してみてください。では次に果物類です。ベリー類も果物だろっていうツッコミが来るかもしれませんが、今回はハーバード大学の研究を元にしていますので、ベリー類と果物類は分けてお伝えをしていきます。果物を選ぶ際に最も気をつけないといけないポイントとしては、果糖の量です。糖は大きく分けて、ブドウ糖と果糖に分かれていまして、2010年のローザーヌ大学の研究では、果物に含まれている果糖は、ブドウ糖とは違い、筋肉に蓄えられませんので、直接的に肝臓に送られ、摂取量が多すぎると、肝臓での処理が追いつかなくなり、肝臓にダメージを与え、脂肪が蓄積し、脂肪肝になるリスクが上がったり、2005年の研究では、果糖とタンパク質が結びつくことによって、終末糖化産物である AGE を作り出すことが分かっていまして、AGE は聞いたことがある方も多いかと思いますが、アンチエイジングの天敵であり、DNA にダメージを与えることが分かっています。果糖は AGE を作り出してしまう能力が、ブドウ糖の約7倍もあることが分かっていますので、果物を摂取する際は、果糖が少ないものを選ぶ必要があります。果物に含まれている果糖をザザッとご紹介すると、リンゴは 100g あたり 7.6g、ブドウも同様に 7.6g、キウイは 4.3g、ブルーベリーは 3.7g、バナナは 2.7g、イチゴは 2.5g、オレンジは 2.5g、パイナップルは 2.1g、グレープフルーツは 1.2g、レモンは 0.8g という感じです。基本的に人間が1日に摂取していい果糖の上限量というのは個人差はありますが 15g から 25g までと言われています。これを踏まえると特に気をつけないといけないのはリンゴです。リンゴは1個 250g なので1個丸々1日に食べるだけで果糖の量はだいたい 18g になりますので摂取上限量になってしまう恐れがあるんです。私がおすすめする日々食べるべき脂肪燃焼を促進する果物としてはバナナが最もおすすめです。バナナは 100g あたり 86kcal を有しており、タンパク質は 1.1g、 脂質は 0.2g、 糖質 22.5g で構成されています。 GI 値は55であり、白米が84、食パンは91と代表的な炭水化物と比較し GI 値が低いのも大きな特徴になります。GI 値が低いほど急激なインスリンレベルの上昇を抑えることができますので、タンパク質合成を維持しながら余計な脂質の吸収を予防することができます。そしてバナナには電解質が豊富に含まれているのも大きな特徴です。カリウム、カルシウム、ナトリウムをはじめとした電解質は筋肉を収縮させる上ではなくてはならない存在になります。特に筋肉の収縮にはカルシウムイオンの働きが最も重要ですので、カルシウムというのは筋肉を働かせる上ではなくてはならない電解質ですし、カリウムは筋収縮のための血流量を増やすために欠かせない栄養素です。ナトリウムも神経伝達や筋収縮を起こすために重要な役割を持っていますので、減量期でカロリー制限をすることによって電解質が不足し筋力低下の原因になってしまいます。一方でバナナは GI 値が低い上に豊富な電解質を有していますので、減量によって不足しがちな電解質を補給することができます。つまり毎日バナナを摂取することによって脂肪の吸収を予防しながらタンパク質、炭水化物の補給ができ、筋力低下を予防するための電解質も補給することができるんです。またバナナは果糖とブドウ糖の割合が
他の果物と比較し格段に良いという特徴を持っています。先ほどもお伝えしましたが、バナナに含まれている果糖の量は 100g あたり 2.7g と少ない上に、果物では珍しくブドウ糖も含まれていますので、キングリ高原に変換されやすく、筋力トレーニング時のエネルギーとして使うことができます。2018年にアパラチア州立大学から発表された研究では、バナナの摂取による運動後の疲労回復というテーマの研究が発表されていまして、プロの自転車乗り20名を対象にして75キロのライディング後に、ただの水を飲むグループとスポーツドリンクを飲むグループ、バナナを半分食べるグループに分けて、その後の体内の炎症レベルをチェックするという研究が発表されました。要はバナナの摂取による抗炎症作用を水とスポーツドリンクと比較したとても貴重な研究になります。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、当たり前ですが最も炎症値が高かったのが水だけを飲んだグループ、そして次がスポーツドリンクを飲んだ参加者で、水を飲むグループと比較すると大幅に炎症レベルが低下するといった結果でした。そして最も炎症レベルが低かったのがバナナを1本の半分食べたグループで、炎症レベルが下がったのにプラスしてコックス2という酵素が減少するというデータも出ています。このコックス2という酵素は炎症や痛み、またがん細胞が増える原因だと言われている酵素で、バナナの摂取によって炎症値が下がり、なおかつ炎症の原因になる酵素が減少するということが明らかになりました。バナナは栄養素が豊富なだけではなく、減量期に残りやすい疲労感を軽減する作用もありますし、筋分解の原因になる慢性炎症も予防できるというわけです。つまり毎日バナナを摂取することによって炎症を予防し、体の疲労感、筋分解を抑制できることはもちろんのこと、脂肪の吸収を抑制しながらタンパク質、糖質の補給ができるというわけです。そしてこれだけにとどまらず、先ほどの炎症抑制効果というのはバナナに含まれているレジスタントスターチという発酵性食物繊維の働きによってもたらされる効果だということが分かっていまして、2019年のペンシルベニア州立大学の研究では、レジスタントスターチの効果に関してレビュー論文が発表されていまして、この研究は2019年までに確立しているレジスタントスターチの効果を調査した論文なんですが、結論としてはレジスタントスターチの摂取によってアンチエイジング作用はもちろんのこと、腸内細菌の数を増やし腸機能を良好にするということ、また血糖コントロールが良好になり、食欲抑制ホルモンであるレプチンの抵抗性を軽減させることが分かっていまして、バナナの摂取によって腸機能が向上し、血糖値の上昇や食欲が抑えられますので、ダイエットにも役立つというわけです。つまりバナナを摂取することで炎症予防による体の疲労感、筋分解の抑制効果、脂肪の吸収の抑制、腸機能の向上、血糖コントロールの改善、食欲抑制効果があるということで、筋肉をつけたい方はもちろんのこと、ダイエットをしたいという方にも必ず摂取していただきたい食材、それがバナナになります。私自身は普段のバナナの摂取はもちろんのこと、レジスタントスターチが豊富に含まれているグリーンバナナのパウダーをヨーグルトやサラダに混ぜて摂取するようにしています。こちらはぜひ参考にしてみてください。論文で解決チャンネル。そして最後3つ目、食べれば食べるほど脂肪を燃焼する食材、3つ目はブロッコリーです。ハーバード大学の研究で出てきた油中野菜の代表格になります。ブロッコリーは 100g あたり 4.3g のタンパク質量を有していまして、筋トレユーザーがよく食しているアスパラガスでも 100g あたりタンパク質量は 2.6g ですし、他の野菜と比較しても圧倒的なタンパク質量を有している食材、それがブロッコリーなんです。そして減量期にもおすすめの食材でして、その理由がビタミン C が多いことです。ビタミン C といえば皆さんご存知の通り、免疫力向上の代表的な栄養素になりますが、ブロッコリーはレモン約 2.5 個分のビタミン C を有しています。ビタミン C といえばレモンというイメージがありますが、それ以上にブロッコリーというのはビタミン C 含有率が高い野菜になるんです。どうしても減量期になると糖質を含むカロリー制限をする場合が多いので、免疫力が低下しやすくなりますが、ブロッコリーを摂取することによって減量期でも健康的に過ごすことができるんです。また不溶性食物繊維の量も多いので、水を吸収しやすく満腹度が高くなるのも減量期にはグッドなポイントになります。タンパク質量が他の野菜と比較し圧倒的に多く、
ビタミン C、不溶性食物繊維の量も多い。これらの理由から植物性タンパク質としてはブロッコリーが最もおすすめになります。そしてこれだけの理由ではありません。タンパク質量やビタミン C だけを見れば他にも様々優秀な野菜は存在していますが、ブロッコリーにはスラフォラファンと呼ばれる最強の成分が大量に含まれていまして、このスラフォラファンこそブロッコリーが筋トレ絶対必須の植物性タンパク質と呼ばれているゆえんになるんです。2021年に神戸大学大学院からスラフォラファンの摂取は筋肉のダメージの回復、体の炎症具合にどんな影響を与えるのかの研究が発表されました。要はスラフォラファンの摂取によって筋トレ後の筋肉のダメージの回復具合、疲労度の回復はどうなるのかを調査したという研究です。対象者は10名で、この10名を2つのグループに分け、 A グループが1ヶ月間毎日スラフォラファンのサプリメントを 30mg 服用するグループと、 B グループはプラセボ群として 1RM85% の高強度のトレーニングをしてもらい、その後のサプリメントの服用で体の炎症値、筋肉のダメージはどう変化するのかの分析が行われました。でも早速結果なんですが、実際の論文の図出すとこんな感じになっていまして、スラフラファンを摂取することによってトレーニング後の筋肉のダメージは軽減しやすく、全身の炎症値も低くなったという結果で、スラフラファンが大量に含まれているブロッコリーを摂取することで植物性タンパク質を補給できるだけでなく、トレーニング後の疲れやダメージから早く抜け出すことができるというわけです。なおかつブロッコリーに大量に含まれている抗酸化物質の NMN はとても素晴らしく、2016年にスイスから発表されたマウスを対象にした研究では、NMN をマウスの細胞に取り込んだところ、筋肉中の抗酸化物質が激増し、加齢に伴う筋肉の減少が止まるだけでなく、細胞の機能が向上し、寿命までもが伸びたというデータが出ています。まだこの NMN という物質は研究途中の成分になりますが、とにかく NMN はブロッコリーに豊富に含まれている抗酸化物質になりますので、筋肉を若返らすためにブロッコリーを摂取することをお勧めしています。大量のタンパク質、ビタミン C、 食物繊維だけでなく、体の炎症、筋肉へのダメージを軽減させるスラフォラファン、抗酸化物質である NMN を有しているブロッコリーは摂取しない理由がないくらい素晴らしい野菜になります。そして2017年にペンシルベニア州立大学から発表された研究によれば、ブロッコリーに含まれているインドールという成分は腸の機能を保護する作用を持ち、腸機能を促進する効果までもが明らかになっているんです。タンパク質を吸収するのは小腸の役割ですので、腸機能が向上すればタンパク質の吸収率も高くなり、筋肥大率ももちろん向上します。ブロッコリーにはこの腸機能を向上させる役割までもがあるというわけです。これだけ素晴らしい栄養素を含むブロッコリー、中にはスラフォラファンをサプリメントで取ればいいじゃんっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思いますが、ブロッコリーで摂取するからこそタンパク質、ビタミン C、 食物繊維、スラフォラファン、 NMN、 インドールを同時に摂取することができますので、安易にサプリメントを選ぶのではなく、まずは食品で摂取するようにしましょう。食べれば食べるほど脂肪燃焼する食材、最後3つ目はブロッコリーでした。ブルーベリー、バナナ、ブロッコリー、この3つの食品をはじめとしたベリー類、果物類、野菜類を日々の生活に取り入れるだけで脂肪燃焼に大きく役立ちますので、ぜひ参考にしてみてください。正しい食生活で脂肪を燃焼していきましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。